こんにちは。この番組は注目のニュースを現地で取材し、時代の最先端を先取りしていく番組です。今日は Windows 11の最新の機能を詳しくお伝えしていこうと思います。まずはこちら。先日マイクロソフトから発表され、ニュースピックスでもニュースとして取り上げた Copilot for Microsoft 365の記事です。マイクロソフトが提供する AI 体験 Copilot for Microsoft 365への期待感がまとめられた記事になります。 UBS インベストメントバンクもダントツで今最も期待される生成 AI ツールとコメントしているそうなんです。今日は Windows 11最新の機能を説明するとともに、Windows OS で利用できる対話型の AI アシスト Copilot in Windows について取材し、これから私たちのビジネスや生活においてどんな変化をもたらしてくれるのか、詳しく探っていきたいと思います。はい、それではゲストを紹介していきます。青山学院大学地球社会共生学部教授学部長の松永エリック正信さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。もうね、 AI といえば前からウォッチされてると思うんですけど、いやでもね、今日はね、もう財布抱えてきましたよ。多分ね、この番組やったら俺ビッグカメラさんにちょっと頑張ってきてもうね、すごい買われてるということで前から楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。そしてフリーアナウンサーの海宝千里さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと一人だけなんか浮き足立っちゃって真っ黄色なんですけれども。素敵です、素敵です。はい、よろしくお願いいたします。今 AI アナウンサーとか出てきてますけど、どうですか。あー、脅威ですね。脅威です。でも、うん、AI アナウンサーにはまだ機微はない。心がまだない。そこが入っちゃったらおしまい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして株式会社ビッグカメラ商品事業部、森山美希夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお客様の目線で、はい、AI が出てくるとどう変わってくるのかっていう便利さをもぜひ教えていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、結構ですね、ニュースピックスでもよく AI の活用用法とかですね、そういうものには議論してるんですけど、実際に機能をこうお見せするという機会なかなかないので、今回そこら辺をやっていきたいと思っております。まずはですね、今ではビジネスシーンのみならず、家電製品など私たちの身近なところにも広く活用されている AI なんですけれども、海宝さんは普段日常の場面において AI をどのように意識されてますか。家の中ではお掃除ロボットとかね。お掃除ロボット使ってます。もう大活躍です。もうあれがあるかないかで全然家事が違います。はい、だってその間に他の家事ができるっていう。あ、やっぱり、ね、日常でも使われてるんですか。はい、そうです。はい、ありがとうございます。エリックさんどうですか、ビジネスシーンで言うと。ビジネスシーン、はい、実は大きなことが起きていて、これね、2つの流派に分かれてるんですよ。これどういうことかっていうと、1つはね、チャット GPT とかそういう生成 AI を使うべきかべきじゃないかっていう記事ばっかり読んでる人、方や使いまくってる人、はい、今ね、ビジネスの中ではこれが大きく差がついてます。実は言ってない人、使いまくってます。僕も実はですね、すごい使ってて言えないぐらい使ってます。ここで言っちゃうといろいろ語弊があるぐらい使ってます。いや、それぐらい今そのいわゆる AI っていうものが大きな機能を持ってきてるんで、まあ、そういう意味でそのビジネスシーンでは皆さんちゃんと使う方に行ってくださいよって言いたいです。はい、じゃあぜひそのどう活用されてるかお聞きしたいと思います。そして先ほどお話に出てたんですが、家電をはじめてあらゆる製品に AI が搭載されてると思うんですけども、森山さんどう見られてますか。はい、実際はですね、AI に限ったことではないんですけども、はい、弊社いらっしゃっていただけるお客様ではですね、活用されてないっていう方が残念ながら大半っていうのが現実ですね。なかなかまだこの正直知られてない部分があるという。そうですね、おそらく Windows に AI が入ったと使えますということも知らない方が多いんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、そう思ったら知ってもらいたいですよ。そうですね、私の個人的にはなんですけども、はい、AI がですね、Windows の OS に入ったっていうのは相当大きい転換期だと思っていて、下手をするとインターネットが登場した時とか、はい、スマホが出た時とか、それぐらいの感じでですね、パソコンの使い方自体が変わってくると思ってますんで、そのあたりをぜひ実感していただきまして、はい、楽しんでいただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。
ということでですね、今回は OS の Windows 11 に搭載された AI 機能 Copilot in Windows で具体的にどのようなことができるのか、そしてビジネスや日常生活にどう生かしていけばいいのか、有識者の皆さんと実際の検証も踏まえて進行していきます。はい、機能を紹介していただくのはマイクロソフトデジタルプロダクトアドバイザー佐々木優希さんです。本日は Windows 11に搭載された AI をご紹介していきます。 Copilot in Windows がどのようなもので、皆さんの普段の生活の中でどのように役立つのかも合わせて分かりやすくご紹介いたします。 Copilot in Windows は Windows 11に搭載された対話型の AI アシスタント機能です。チャットで会話する感覚で PC の設定やアプリの起動、ウェブ検索などができます。その時必要な最適な操作、知りたい情報や解決策を提案してくれるので、これまでの作業をより簡単に効率的に欲しい解決策や新しいアイデアを導き出してくれます。例えば思い立って設定を変更したい場合も Copilot in Windows に相談することができます。背景を変えたい、ダークモードをオンにしてなどを入力してみてください。音が出ないなどのトラブルがあった場合でも、音が出ないと Copilot in Windows に入力することでトラブルシューティングを立ち上げることができます。あとは画面に従って進んでいくだけです。はい、それでは実際にここにあるパソコンでやってみましょうということで、海保さん、はい、操作お願いします。もう嬉しくて仕方がないです。ワクワク、ね、ワクワク、はい、さあ行きますよ。はい、はい、開きました、コーパイロット、うんうん、でここに何でも聞いてくださいということで、はい、まあちょっとね、トラブルシューティング的なことをここで調べてみたいと思うんですが、壁紙を変えたいとかね、そういった基本的なことなんじゃないかと思うので入れていきたいですね。はい、壁紙を変えたい、いきますよ、ドン。どうなるかな、こうやって出てきました。はい、出てきました。でそしてここを背景をカスタマイズできるということで、あ、じゃあこれにしようかな。あ、もしかしてもうこれでできたかもしれません。いきますよ。おお、いいですね。すごい簡単に変えられましたね。次何を入れたらいいですかね。どうしましょうか。私よくあの、はい、会議で音が出なかったりする。あ、なりますよね。いつも探してどこで音声で調整するんだっけみたいな。ありますよね。入れてみましょうか。本当そうですね。じゃあ入れてみましょう。いきます、音が出ない、ポン、はい、来ました来ました、音が出ない場合って、あ、教えてくれますね。手順が出てくるんですね。ね、手順が出てきます。ではじゃあここでトラブルシューティングを開きますか、押しますね。はい、はい、押すと、あ、私たちがお手伝いしますと。それで音声のこの問題を解決するために、自動診断を実行することに、これは同意がありますか、これはいにしちゃいますか。はい、すると、あ、来ました来ました。でそれで、ああ診断してくれるんですね。してくれてます。オーディオデバイスがミュートされていますと。こうやってやっていくんですね。なんか一人じゃないんだ、よかったって気になりますね。確かにエリックさんいかがですか、今ご覧になられて。いや僕ね、うん、リアルもパソコンもですね、はい、方向音痴なんですよ。なのでいつもこのトラブルシューティングに行くと出てくるんだけどそこに行けないんですよね。こういう風にやっぱりちゃんとインストラクションしてくれて最後までナビゲーションしてくれるから、ちゃんとこれだったらできるって感じしますよね。森山さんいかがですか。おそらくパソコンの設定ができる方ですと、はい、今のデモンストレーション見ても、まあ、設定できるよと思う方いると思うんですけど、うん、結構これ便利でそんなに設定っていじらないじゃないですか、うん、なのでいざやろうと思った時にどこからっていうのが分からなくなったりするんですよね、うん、先ほどリクさんおっしゃったように、はい、ちなみに音声入力も可能だということでやってみたいと思うんですけども、はい、そうですね、はい、海保さんお願いできます、はい、じゃあせっかく左側がちょっとダークな感じになってるので右側もダークモードにしたいと思います、はい、いきますよ。ダークモードに切り替えて、いきますよ、これで、はい、じゃあもちろんですで、ね、ダークモードに切り替えますか。一応確認してくださるんですね。はい、あ、お、本当だ、簡単ですね、簡単ですね。なんかあと一回聞いてくれるのに優しさを感じます。間違いではないですかっていう、本当に変えますかっていう。
ね、いいですね音声認識の技術って本当最近すごく上がってるんで、うん、安心してられますね。そうですよね。ちょっと例えば携帯を触って他のことしてる時もここで入力をしてやることができるって同時進行のタスクがこなせるってすごいですよね、うん、音声もこうやってね入力できるいいですね、うんうん、はい、ありがとうございます。それではですねここから本題に参りましてビジネスと AI についてお話をお伺いします、うん、AI を使ってビジネスを効率化するという面について皆さんどのような見解をお持ちでしょうか。仕事って結構段階に分けるとデータをまとめたりとか事実をまとめるっていう部分と、はい、そこから何かこう考えるとか、うん、そういった部分があると思うんですけど AI を使うことによってそのまとめる部分が全部省略できるんですよね、うん、なのでそうなってくると新しいことを考えるところに時間が使えますんでどんどん仕事の精度が上げられると思うんですよ。なのでそのあたりについて AI を活用できるっていうのはすごく良いことだと思います。これね実はすごくビジネス的にもというか大きな変革だと思っていて、はい、コンピューターってそもそも戦後にねエイニャックっていうのが出てきて、うんまあ、ずっとこれから長い歴史があったわけです。コンピューターって今までのコンピューターって全部我々のやってることを代わりにやってくれて効率化してきたのが今までのコンピューターだったんですよ、はい、AI が出てきてこいつですねアイデア出すようになってきたんですよ。アイデアの発散ができるようになったコンピューターは初めてだと思います。要は AI がそうやって人間の知能にこうよりこう近づいてくる時代が来るっていうのがなんかもう目の前にそれが実際にこうできてきてるっていうことがもうすごく革命的で、うんまあ、そういう意味ではだから仕事のやり方が変わるのは当たり前、うん、要は今までみたいな誠意じゃないですよね。発散ができるようになってきてる。発散これはすごいことだと思います。いやすごい時代に来てますね我々は。いや ありがたいですね続いてコーパイロットイン Windows で実際にビジネスのサポートになりそうな機能を紹介していきます。コパイロットイン Windows はメールの下書きも得意です。例えば取引先に次回の納品日と納品サービスについてメールを送りたいと入力すればメールの件名から冒頭の挨拶、本文、締めの言葉まで下書きを書いてくれます。私たちはその下書きに修正を加えるだけで簡単に文章作成ができます。はい、それでは実際にやってみましょう。海保さんプロンプトを入れてみてください、はい、そうですね、どうしましょうかね。やっぱりクリスマスとかですね家族をねちょっと呼んでみんなでなんかちょっとねあったかいパーティーしたいななんて思うんですよ、はい、なのでちょっと具体的に入れていきますからね。ちょっと今回マイクを使って入力していきたいと思います、はい、おじいちゃんおばあちゃんを呼ぶクリスマスパーティーの案内状を作りたい。おじいちゃんがどっか行っちゃったね。ちょっと待ってください。あ、間違えちゃったね。ちょっと待って。あ、ごめんなさい。どんどん入ってる、どんどん入ってる、どんどん入ってる、どんどん入ってる。クリスマスパーティーの案内文を作ってできるかな。どうしよう。もちろんです。いいですね。ドレスコードまで入ってるあ、すごい時間もちゃんと。え、すごいですね。すごいですね、これ。もちろんです。クリスマスパーティーの案内文を作成します。以下はクリスマスパーティーの招待状の例です。必要に応じてカスタマイズしてください。いいですね。いけちゃいますね、これ。そのまま。これでいけるじゃないですか。ありますね、いろいろと。どのように返信すればクリスマスパーティーで何をする予定ですかとか、あ、すごく突っ込んだ質問がいっぱい。あ、でも確かに私たちは何を持っていく必要がありますかって大事ですね。いきますよ。押すとこれも考えてくれるんだ。プレゼント交換とかね、そうですよ、ね、本当だ本当だ、本当その通りでした。プレゼント、飲み物、食べ物、楽しい気分、ちょっと今の最後のこのウィット素敵ですね。いいですね。ただものじゃないですね。いやで、やっぱりさらにその一つ問題がクリアされたらこれはどうですかってちゃんと提案をしてくれてるっていう、クリスマスパーティーで何をする予定ですかとかね。あ、プレゼント交換、音楽とダンス、ゲームとアクティビティ、そうですね、写真であったりクリスマスストーリータイム、
ちょっと欧米の風も入っていい。そうですね、なんかねいいですね。やっぱりこういう提案してくれるのがいいですよね。そうですね、アイデアがもともとなかったものが出てくるんで、これはもうやっぱり使い手がいいなと思いますよね。楽しいですよね。楽しかった今の時点で、なんかコンピューターってやっぱそういうところで、エンターテインメントって人を楽しむところにこういうふうに使えるんだっていう発見がありましたね。私 AI だと機微がないなんて言いましたけど、撤回します。まさかこんな風に ねびっくりです。優しい気持ちになりました、ね、気持ちが現れました。森山さんいかがですか。はい、プライベートでもこういうふうに新しいことを提案するっていうのは面白みがあると思うんですけど、はい、ビジネスにおいても結構あのどの会社にもフォーマットってあると思うんですけど、うん、メールだったりとか、うん、でもそこからその状況によって修正をかけるんですよね、うん、でもそれって結構経験だったりとか知識が必要で、あの例えば新入社員とかがどう書けるか分からないとかあると思うんですけども、そのあたりがもうかなり高いレベルで標準化されるので、そこからあの直せばいいっていうんでですね、これもすごくその効率化にかあのなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、確かにあのその季節のご挨拶とか、そうですそうです、はい、頭に入ってないことあるじゃないですか、メールでも、ね、今必要だし、はい、そういうところもなんか生成してくれると楽ですね。はい、もっといろいろ試してみたいんですけど、海保さん他にありますか。はい、そうですね、絵本の読み聞かせをしたりするんですけど、そうですよね、そういうなんか物語的なこととかそういう創作ができるのかなってちょっと私の意地悪な気持ちでちょっと聞いてみたいんですけど、はい、いいですかね。犬と猫の物語を、犬と猫との物語を作ってくださいと。何が出てくるんでしょうね。はい、あらららららら出てきました出てきました、早長いんですけど、すごい長い、めちゃくちゃ長いんですけど、ちょっと読みましょうか。昔々遠い山の中に犬と猫が住んでいました。犬は名前をワンといい茶色い毛並みを持っていました。こんな、すごいですよ。でそして猫は名前をニャンと言い、ワンとニャンは協力して花を守ることに決めましたって。でもこうやって読んだ子供に読んであげたら子供も突っ込みながら何その名前なんてね言って盛り上がったりしますよね。でさらにまだ追加があるんですよ、はい、これどうしましょうか。すごい、その物語に教訓がありますか。犬と猫の他にもどんな物語があって、この物語を英語で書いてください。英語見てどれやります。英語見てみて。英語いきますか。いきますよ。うわ、来た早いな。うわもう長くなっちゃう。うわ、あ、帰国子女なので一応読めますが、読みますか、すいません。Once upon a time in a decent mountain nestled amidst a lush forest and pristine rivers there lived a dog and a cat. ということは、これからストーリーを考える人が困ったっていう時にこれで新しいキャラクター何がいいかなって相談をしたら答えてくれるってことですよね。そうですよね。そうですね、多分これキャラクターによってストーリーは変わってくるんですよね。キツネがやったらちょっと意地悪なことがある。これでもね、はいはい、クリエイティブな領域に AI は使えないっていうのに本当にこれが答えですよね。本当ですね、使えるってことですよね。使えてますね。これ新しい、ね、エンターテインメントとして、多分お子さんたちがね、今の子たちはこれで物語をどんどん作ってたら楽しいですよね。そうですよね、はい。そしてですね、じゃあ続きましてなんですが、他にも効率化を重視する上で役に立つコーパイロット in Windows の機能をご紹介したいと思います。調べ物をして資料をまとめなければいけないけれど、元のサイトが英語であったり時間がなくて全てに目を通すことができない時ってありますよね。コパイロット in Windows に頼めば最新の情報を集めて要約することができます。また参照したリンク先を提示してくれるので自分で確かな情報か確認することもできます。コパイロット in Windows はチャット形式で相談できるので、情報を絞り込んで内容を箇条書きにまとめてくれたり、200文字以内に要約してくれたり、3分間のトークスクリプトを作ることもできます。必要であればその内容に合った挿絵も作成してくれるので調べ物に便利です。はい、それでは実際にやってみたいと思います。はい、要約する記事はこちらになります。はい、ではこの記事を要約ですよね。ではちょっとこのマイクロソフトエッジを使ってですね、ページを要約したいと思います。い
きますよ。あ、もう早い。いいですか、了解しました。出てきましたね。出てきました、出てきました。ほう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 。こうやって、はい。大きく4つのポイントになってますね。ポイントが4つで、はい、箇条が来て、出てきて。いや、すごいですね。さらにまた提案があって、AI がこう文体で内容をこう予約する方法ありますか、調整する方法ありますかとかですね。また、はい。親切ですね。いや、とっても親切ですし、時間の節約になりますね。そうですね。これね、なんか仕事でたまに翻訳をする仕事とかですね、そういうものが来た時に英語の分量がものすごく多いと、ごめんねって言いながら翻訳ソフトで一回ずわっと訳して、でそこからちょっと待ってって直す作業をするんですけど、そういった時にやっぱり1からじゃなくて途中の6割ぐらいやってもらえるとすっごく助かります。確かにね、ビジネスの効率化についてはいいですよね。本当にそうですね。どうですかエリックさん、こちら見てみて。これね、要約したので皆さんこう勘違いされてるのが、はい、まあ、これ読めばいいんじゃないかというふうに思われる方が多いと思うんです。僕はプロピッカーなんで実はこれ使ってですね、結構記事は要約してるんですけど、どう使うかっていうと、より広く記事が読めるんですね。今までってやっぱりこんな100見たら聞けなかったら時間が全部なくて全部わーってやったんだけど、これをやることによって自分が本当に読みたい記事をじっくり読めるんで、僕はそういうふうに使ってます。ちょっとあとフィルターというか、はい、はい、機能があるってことですよね。どうですかこちら見て。おっしゃる通りで、あのこれはもう誰が見ても便利だなって思ってもらえると思うんですよ、はい、本当に今あの情報が溢れ返ってるんで、あの興味を持っても読めないっていうことがすごく多いと思うんですよね。であのおっしゃった通りで、読んでみて、あ、まあちょっと違うかなとか、こっちは興味あるしっかり見ようっていう、そういった選択ができるっていうのがすごく強みだと思いますんで、ぜひこれはもう全員に活用してほしいなっていう機能ですね、はい、特に結構情報をやっぱりみんな欲しい、速度が速くなってるので。そうですね、使えますね、こちら、うん、まあ、そういう意味では情報の忖度のツールと言っても過言ではない。忖度のツール、うん、うまいこと言ってますはい、皆さんありがとうございます。それでは続いてのテーマに行きましょうか。はい、ここまではビジネスと AI について見てきたんですが、ここからは私たちの日常にどう活かせるのかについてお話ししていきたいと思います。エリックさん、早速なんですけど、うん、AI によってこの具体的に私たちの生活がどう変わっていくというか、うん、どういうようなメリットがあるかっていうのを教えていただけますでしょうか。そうですね、さっき言ったみたいに、やっぱ我々にとってその AI っていうのは単に分析ツールだったりとか何かを整理するツールじゃなくて、何か新しいものを提案してくれるツールになってきたんですね、はい、だからすごく分かりやすいのは、もう一人友達が増えたみたいな感じでやっていただければいいなかと思っていて、例えばもう何か相談をできるような形ができるようになってきた。今までは多分コンピューターで相談するのは無理で、調べて自分で判断するだったんだけど、もうあくまで向こうから意見を言ってきてくれる、そういうツールになってくるんで、これも明らかに生活が変わってくると思うんですね。さっき見てもなんか何ができますかってこう提案してくれますからね。そう、優しいし、優しい、あとはちょっとね、ウィットに飛んだ言葉もくれるし、まあそういう意味ではもうだから機械的とは言えないところに入ってきたんじゃないですかね。結構そう、私も子供いるんですけど、うん、もう AI が身近なので、そう AI と喋り始めてるの最近、うん、結構そう、お子さん喋るんですか。なんか音声で話したりとか、話しかけたりとか、AI が友達なんだってこの前言ってましただからそういう意味ではね、だこれからの時代って、うん、もしかしたら人間だけが友達っていう時代じゃなくて、うん、もうコンピューターも含めてみんなを友達にする時代になるのかもしれないですよね。同じママとして佳代子さん、いかがですか。例えば日常生活の中でお母さんって結構一人ぼっちになること多くないですか。お子さんたちのこと全部自分がやらなきゃいけないっていう方多いと思うんですけど、はい、そういったお母さんがちょっとここで相談をして、ねえ晩ご飯どうしたらいいなんて言って、それでいろいろとアドバイスやら意見を言ってくれて、やり取りをして、うん、そしてかゆいとこまで手が届いてくれたら、ちょっとうちの夫よりすごいみたいになったりして本当にそうなりかねないなと思いました。本当に確かに子育ての悩みとかは、うん、そう、私も結構アメリカで孤独な子育てしてた時あるんですよ。でもずっと検索ばっかりしてたんですけど、ここで聞けたら楽ですよ。楽ですよ、うん、ありがとうございます。森山さん、いかがですか。はい、ビッグカメラで申し上げると家電たくさんありますので、あのあたりも全部 AI がもう入ってきてるんですよね。で実はあの私一人親で、あの子供育ててまして、うん、家事全部やってるんですよ。それで言うと洗濯機なんかですと、あのもう洗剤の量とか柔軟剤の量とか、あの全部自分で計算してくれて、
あと汚れが多いと洗濯する時間を延ばしますとか、そのたりも全部やってくれて、くれるんですか、スマホに報告が来る、スマホに報告が来るんですよ。でそのあたりも含めてで、ね、全部活用してるっていう部分がある、んですけども、うん、でも今が終わりじゃなくて、うん、AI ってもうすごいスピードで進化してるんで、はい、これからもどんどん生活変わってくるんだろうなっていう実感はありますね。いやすごい今お話いいお話聞きましたよね、ありがとうございます。このようにですね、この具体的に日常のシーンで活用できる機能についてご紹介していきたいと思います。旅行のプランを立ててもらうのもいいと思います。旅行の計画を立てるときに行き先はなんとなく決まっているけれど、スケジュールを立てるのって大変ですよね。コパイロットインウィンドウズはスケジュール作成もお手の物で、複数のプランを提案し、観光地を紹介するリンク先を表示してくれるので、ブラウザーで見ながら詳細にスケジュールを計画することが可能です。いつからいつまで、何泊で、どんなことがしたいのかを入力して提案を参考にしてください。はい、それではエリックさんにですね、はい、旅のプランを考えてもらいたいと思うんですけども、うん、どうしましょう。僕ね実は音楽家だったんですよ、もともと。そうなんですか。はい、でね、ギタリストだったんですけども、ギターが大好きで大好き で、はい、で特に古いギター、もうヴィンテージギターが大好きなんですけど、まあ、そういうのをね巡る旅とかができたら面白いな。そんなないんでこの世の中に。これね、もしかしたらいいプラン出してくれますかね。いや、ちょっと行ってみましょうか。ヴィンテージギターを探す旅、はい、海外で、あとは、うん、エリックさんどうですか、予算とか。予算大きいですね。やっぱギターの方にね、お金費やしたいですからね。予算大事ですね。あと僕ね、スケジュール表がね、ダメなんですよ。もうね、スケジュール表を持たせていただかないと分からなくなっちゃうんですね。できればスケジュール表欲しいですね。じゃあスケジュール表を作ってほしい。いけてますこれ。来てるの。日付場所。すごい表だ。え、どこに行くんだろう。ロス、アメリカ行きました。アメリカ行きました。ハリウッドだって。ハリウッドだ。あ、そしてそして、ハリウッド、ヴィンテージギターというお店で、ヴィンテージギター見てもらう。お、ハリウッドボールでコンサートですよ。コンサートだ。コンサートまでちゃんと、これ、うわ、すごい、すごいですね。いけますね。何者ですかこいつは。その後ニューヨーク行ってね。最後ニューヨーク。今ニューヨークブルーノートなどに行くと。これお金はいくらってことはないな。ですね。あ、帰国しました。帰国しましたね。1週間でちょうど。お、いくら？いくら？30万？合計が115万ですか。あ、おお。ちょっと衝撃ですねこれ。ここまで正直言って出ると思わなかったんで。しかも精度が高い。これはすごいですね。多分皆さんの趣味のものとか入れて旅行のツアーやったらすごいいいもの出てくるんじゃないですかね。じゃあちょっと私も入力してみたいと思います。はい、ですね、12月末北海道を、いいですね、美味しい、美味しい海鮮、2泊3日で予算1人10万、で4人家族、スケジュールを表に。すごいです。12月末一番高い時期ですよ。高い時期。それを1人10万で行けるのか。歩けとか言われるんじゃない。歩いていて本当ですね。あ、来ました。あ、札幌。うんうん、これで4万で、そして今度小樽、札幌小樽。すごい、小樽であの有名なルタオのチーズケーキ。あ、来ました。本当だ、来た。すごい。で合計2泊3日およそ12万予想は。予想は少し2万ね。いつか行ってみたいですって。ほら、絵文字もついてる。またかわいい。ちょっと歩み寄ってくれてますでしょ。かわいい。うん、いやだから、いや、あのごめんなさい、もうこの子は人を分かって歩み寄ってくれてるっていう感じがすごくしますね。連れて行きたいって思いましたもん。だってさっきエリックさんの時こんな絵文字なかったですか。なかったですね。バレてんじゃないですか。バレてる。きっとこれ女性が入れてるってのが分かってるのかな。分かるのかな。
予算が出るのいいですね。いいですね。計算しないでいいから。ってことはこれ飛行機も調べてって言ったら調べてくれるってことですよね、きっとね。なんかこれをベースにいろいろできるからいいですよね。なんか旅行のプラン立てるときって最初のベース作るのは大変じゃないですか。大変。それをここでやってくれるからワクワクしますね。これ家族でこれをベースに見ながら話したらすごい、はい、ね、盛り上がりますよ。盛り上がりますよね、これね。盛り上がりますよ。森山さんいかがですか。はい、この機能本当に分かっていただきたくてっていうところがあって、そうですか。パソコンってどうしてもあのビジネスユースのイメージが強いと思うんですけど、何でも聞けるんですよね。なので今回はあの旅行のプランでしたけど、例えば食材から献立考えるとか、確かに、あとあの特にこの機能って日本人にぴったりだなと思うのが、あの日本人の方って結構あの恥ずかしがり屋で、こんなの聞いていいのかなとか炎上したい部分があると思うんですよね。でそのあたりが AI って恥ずかしいから必要がないんで、そのあたりがこの AI が友達みたいに答えてくれるってことになると、そこの壁がなくなるんで、すごくこれは使ってほしいっていう機能ですね。はい。でさらにですね、昨今のビジネスシーンではクリエイティブなことを求められるという、ね、場面が多くなっていると思うんですけども、そのあたりも AI のサポートがあるといいなと思うんですが、エリックさんいかがですか。まあ、そうですね、あの昨今あのデザイン思考とかね言われるところがあると思うんですけど、まあ、新しい発想をどんどん出していきましょうっていうのはまあデザイン思考なんですが、新しいアイデア出てくるじゃないですか。で、あれを要は普通にこうやってヒアリングをしてディスカッションしてやるんじゃなくて、まさにここに直接問いかけていく。そういう意味では本当にあんまできない人だったらこっちの方がいいんじゃないかな。それってつまり意見が出ないブレインストーミングよりもここに頼った方が意見が出てくるってことですよね。まさにブレインストーミングに最高なんですよこれ、ね、そうですよね。最高です。いろんなアイディアが出てくるわけですもんね、はい、でしかもたくさん出てきたブレインストーミングのネタをいろんな観点で分類してくれるんで、その意味ではもうすごく優秀なコンサルタントがこの中に入ってるって考えた方がいいと思います。確かに確かに。このコーパイロットイン Windows で実際にクリエイティブ面を支える機能というところでどういったものがあるのでしょうか。アイディアや写真をもとにデザインやイラスト、画像を自動生成してくれます。また持っている写真に対してもコーパイロットイン Windows は色や形を変えたり別の要素を加えたりして新しい画像を生成します。コパイロットイン Windows は想像力をもサポートしてくれます。今度は生成 AI を使って画像を作った経験というところでやってみたいと思うんですけども、はい、例えばですね、この好きな食べ物 と、色と好きな動物っていうものを混ぜてみたいと思うんですけど、例えばかいほさん好きな動物ってはい、あれ猫、猫派なんで、はい、猫派、じゃあ猫でいきましょうか。はい、エリックさん、じゃあ好きな食べ物はどうでしょう。ハンバーガーですね。そうですよね。命ですからね。なんか好きそうです、ね、好きそうなんか似合う、うん、ハンバーガーでいいですか。はい、いきましょう。じゃあ好きな色、森山さんいかがでしょう。じゃあ赤しました、はい、これでいいですかね。これで画像を作っていきますよ。脈絡ないですね。こんなのできるんですかね。待ってるところがいいですよね。なんかこうドキドキする感じ。そう、考えてるって感じします。あ、来た。かわいい。かわいい。ちょっと、いや、これいいな。いいじゃないですか。あ、こんなすごいのできるんだ。かわいい。赤はトマトの赤なんですね。ね、いや、美味しそうじゃないですか、しかも。ね、かわいい。他にも作ってみますよ、なんか。やってみますか。何作ろうかな。何がいいですか。かワンコが大好きなんで。あ、犬派ですね。じゃあ犬で。なんか足した要素ありますか。犬と。さっき赤って言ったんでしょ。青で。青。青。はい。食べ物入れます。じゃあ食べ物入れましょうか。木崎さんの好きな。食べ物ピザにしましょう。じゃあピザ。やっぱりジャンキーですね我々ね。ピザと我々ハンバーガーで。ちょっと想像つかないですね。あ、そこに青が入るんだ。なるほど。なるほどね。かわいい。考えましたね。どうでしたか、やってみて。いや、なんかこうやって絵がポンって出てきたら、あの家族でも共有できるし、うん、あのこれをまた再利用することもできるんですよね。うん、森山さんいかがですか、見て。はい、うん。店頭にいらっしゃるお客様にですね、例えば今回みたいに画像作りますかとか、クリエイティブなことしますかっていうことを言ったら絶対いらないっておっしゃるんです。
でも実際には例えば今の時期の年賀状だったりとか、家族で撮ってる写真を加工するとか、結構皆さん気づかないうちにこういったものを使ってますんで、そのあたりも便利に活用していただければいいなと思うんですけど。一時期は多分これからこういう絵とか音楽っていうのは多分溢れる時が来るんだと思うんですよ、はい、でなんか逆にそれが出てきて改めてやっぱり自分で作ろうっていうところに僕は戻ってくると思うんです。そういう意味では一回こういうことをやることってすごくいいんじゃないかな。やっぱり逆に人間の凄さっていうのをね分からせるためにも一回 AI さんがこう活躍してもらうっていうのはいい流れじゃないかなと思いますけどね。クリエイティブ一回試してみるってことですね、うん、はい、でそしてさらにですね、私は知らなかったんですけども Windows のパソコンと iPhone が連携することも可能なんだそうです。 Windows 11のフォトアプリから簡単にスマホの写真にアクセスできるようになります。コパイロットイン Windows で作成した旅行プランで実際に行ってスマートフォンでたくさん写真を撮ったとしましょう。そんなたくさんの画像ファイルであってもスマートフォンを連携しておけば Windows PC とデータの同期が簡単に行えます。さらに Windows 11標準搭載のクリップチャンプはすぐに利用可能な最新の AI を搭載した動画エディターであり作成アプリです。編集初心者でも簡単に作品が作れます。iPhone 使っているとどうしても Mac の方がいいというか、うん、繋がるんで Mac しかないっていう風な選択肢が狭まってたと思うんですよね。でそこが今回のことで幅が広がるっていうのはお客様にとってすごく良いことだと思います。だからこうやって一般家庭でみんながちょっと固定観念だったその Mac と Mac じゃなきゃいけないっていうその公式がガラガラって崩れて、で私たちもそれでまた AI を多種多様に家の中でも使えるようになるという、いいですね。はい、続いてはここまで AI のポジティブな側面だけ駆け足でお話してきたんですけれども、こちらのデータをご覧ください。はい、AI に対するイメージを調査したものなんですが 55.4% の方が不安である、やや不安であると答えているんですね。これはなかなか高い数字だなと思うんですけども、エリックさんいかがですか。結局その AI が一番問題なのは使ってない人が多すぎなんですね。多分これ使ってみると、まあ、今日の番組見ると分かると思うんですけど楽しくしょうがない。でこれを今更ですね信用できるかできないかっていうのは多分この番組見た後だとちょっと変わってくるんじゃないですかね。だからまずは僕も言いたいのは使ってくださいってことです。ですね、考える前に使ってくださいってことだと思います。そうですね。あといかがですか森山さん、今まで AI って言ってきて、はい、ちょっとひっくり返すようでなんなんですけども、うん、あんまり AI っていう言葉にこだわらないで便利なものとして使えばいいんじゃないかなって思っておりまして、まず触っていただければっていうふうに思いますね。そうですね、私も実は動画のプロデューサーやってるのでちょっと正直怖いなってところあったんですけど、画像も可愛くできてるし活用しなきゃなってちょっと思いましたね。ポジティブだから編集とかもやってみたらいいですね。やってみないと分かんないですね。ありがとうございます。そろそろお時間なんですけれども、かやほさん本日いかがでしたか。いや初めてのニュースピックスで、あそうだ、いきなりこうね自分で操作をみんなの前でしなきゃいけないっていうかなりの手汗だったんですが、はい、なんとか乗り越えられまして、でそれ以上に魅了されちゃって、いいですね。この AI に対してネガティブなイメージちょっと後ろ向きに思ってたところが私の中でもう180度変わってしまったので、これから活用していきたいと思いました。はい、ありがとうございます。エリックさんいかがですか。そうですね、今回、いろんなところで一番僕はサプライズだったのは何かっていうと、OS に AI が入る時代になってきたんだなってところです。まさにその大本命であるね、Windows に入ってくるとこれコンピューターの時代変わるなと思いますよね。もうとにかくね Windows が使えるようになったっていう iPhone と一緒に、これはねもう今日割引お願いします。もう買いに行きます。はい、最後に森山さん、この今日ご紹介した機能をですね、ぜひ使いたいと感じた方々に対して、はい、ビッグカメラでパソコンをこの購入するメリットは何かありますでしょうか。はい、今の時代って効率を求めるとか、あとタイパとか言うと思うんですけど、AI を使うことって人生における最大のタイパだと思うんですよ。なのでそこについてぜひ使ってほしいなっていうふうに思ってるんですけども、どんなことができるのっていうのが分からない部分があると思うんで、そのあたりは弊社の店頭にですね遊びに来ていただければ AI を体感していただければというふうに思いますね。
今直近ですと2025年に Windows 10のサポート終了っていうのがあって、パソコンの買い替えを考える方がすごく多くいらっしゃるんですけども、ぜひ今回の AI に興味持っていただいて、せっかくだし買い替えるなら AI 使ってみようかなみたいな形で考えていただければすごく嬉しいなと思います。ソクマップがサポートっていうところも専門でやっておりまして、買い取りもやってるんですよね。安全に買い取りもできますんで、そのあたりも含めましてお気軽にご相談いただければ、満足のいただけるお買い物をしていけると思いますので、ぜひご来店いただきたいと思います。はい、でも森山さん、これパソコンからパソコンの買い替えだけじゃなくて、新しいものですよね、もうこれ完全に。そうですね、今日今回の機能を見てると、はい、そういう意味では買い替えじゃなくても新しく買ってもいいんじゃないかって感じますよね。そうですね、はい、はい、ぜひ店頭でもね、はい、試すことができるということなので、はい、本日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに皆さん、コーパイロット in Windows はですね、なんと悩み相談もできるみたいなんですけども、いい、ね、AI に悩み相談、エリックさん何したいですか？いや、もう完全にこれコロナで僕10キロ以上太ったんですよ、もうね、ニュースピックス見てる人から結構いろいろ言われるんですけど太ったなと。もうね、いつまでに何キロ痩せるために何食べればいいのかって、さっきの表で出してほしいですね。確かに表欲しい、表で今日これ食べろとか、そうそうそう、したらそのまま食べます。確かにね、ダイエットいいですよこれ。ダイエットもいいかも。ダイエットプラン、ダイエットプラン私も立ててもらいたい。いいですね、同じくいいですね。